こんにちは、瀬名助です。はい、ということで今回も福袋動画ですよ。もうね、3回続いた福袋動画、これで最後になります。なんだか寂しいですね。ね、3本で、初めの初詣の方の動画と合わせるとね、計4本になりますね。4本にわたってやってきた、初詣動画じゃない、間違えた、初詣じゃない、福袋動画、これで終わりになると思うと寂しい。もう1年が終わっちゃうっていう、はい。ということでね、皆さん今日はなんかね、壁があると思いません？謎の壁が。いつもこんな壁なかったよね。誰だ、こんなとこに壁立てたやつは。しょうもない、しょうもない、もう、これとはやめときましょう。はい。ということで、皆さんね、もうここにね、ここどこだ、どこだ、こっちだ。キッズランドってでかく書いてるので、もう何がここに映ってるのか皆さんも分かってると思うんですけどね。はい。2万円分のガンプラ福袋がここにございます。でもね、サイズがね、ちょっとでかすぎて映らないんですよね。ほら。なあ、相棒。そうやってさ、落ち込んでないでさ。世の中嫌なことばっかりじゃないもんだぜ。いいことだってな、いくらでもあるんだよ。だから気を取り直せよ。はい、よくわかんない、よくわかんないから、もう開けましょう。今はなんか包装紙に包まれてるじゃないですか。もともとは、袋にねガバって入れてあって、その袋になんか紙が貼ってあって、この福袋には HG が何個入ってて、RG が何個入っててとかいう、そういう説明の紙がついてたんですけど、この福袋持って家に入って、もうすぐね、嬉しくてね、その袋をね、破り捨ててバーってどっかに捨てちゃったので、ちょっとね、そういうね、前置きというか、そういう、ちょっと、これが入ってるよっていう説明が今わかんない状態なので、もうね、ガサッと開けていきましょう。もう豪快にね、行っちゃいましょうよ。ということで、開けよう。じゃあね、この状態でもうね、福袋だけど、この包装紙ね、もうガサガサっといっちゃいましょう。あー、ちょっとチラッと見えた。中がチラッと見えた。私本当に見てないんですよ。このね、包装紙がね、かなりね、緩い感じでついてるんですけど、もうほんと。そう、来たか。はい。ということでね、ちょっとさらっとですけど、私ね、もうちょっと中身目通しましたね。ちょっとね、やっぱり私ね、全然模型屋しょっちゅう行ってるから、ある程度のね、なんかちょっとマイナーなガンダムでもちょっと、名前はわかんないけど、見たことはあるよ。見た目はわかるよぐらいの、なんかちょっと知った顔ね、どれかの動画でしてしまったけど、全然わかんないわ。全然知らないガンダムがいる。あなた誰？っていうガンダムが全然入ってます。1枚の時も2枚の時も5000円の時も誰？っていうガンダムが入ってます。ということで、開けていこうじゃない、皆さんにお見せしましょう。まずはね、ちょっと小さい子からお見せしようかなと思います。じゃじゃーん、ウィングガンダムゼロ EW の、SD ですね。私これ買ったよ。発売日に買ったよ、新商品でね。買った。持ってるよ、君。持ってるよ。君ね、かなり出来良かったよ、本当に。私ね、このウィングガンダム好きなんで、だって MG も持ってるし、SD も結局このウィングガンダム確かね、3個くらい持ってるんですよ、私。好きだから。本当に好きだから。はい。ということでね。まあこれはもういくらあってもいいキットなので、全然ダブったとか気にしません。てか本当ね、ダブり気にしてたらね、こういうの買えないですよね。だってダブるもんでしょ？っていうぐらいの気持ちでいます。はい。次はこちら。ユニコーンガンダムデストロイドモードですね。こちらもね、SD のユニコーンガンダムくんも
確か持ってた気がする。この子も確か私持ってましたね。まあ、この子もねすっごいかっこいいキットだし、ちょっと私ねこのキット使ってやってみたいね塗り方があったんですよ。まあ、筆塗りなんですけど、やってみたい塗り方があって、ちょっとね私結構塗る用にね SD いっぱい買ってあるんですけど、実はね、でもねなんかやっぱり SD めっちゃ好きなんですよ、可愛くて。だからねあまりの可愛さにねちょっと塗るのをね躊躇してる子とかもいるので、やっぱりいくらあってもいいですね。なんかダブった時にいくらあってもいいとか言ったらなんかこう強がってるみたいに思われるかなってちょっと心配になってきた。いや、うん、じゃあ次行きましょう。おお、おお、やったやったやった、当たりだ。私これ欲しかったやつだ。RG のストライクフリーダムガンダム、これめっちゃ欲しかったやつだ。私ねこのストライクフリーダムガンダムってなんでこんなにかっこいいの？ほんとかっこいいですよね。私ほんとこの翼系が好きだってもうねもう耳にタコができるぐらい言ってるんですけど、もうこのねこれ翼って言っていいのかな、めっちゃかっこいいじゃない。これ欲しかったの、これほんと欲しかったの。あ嬉しい、あこれはもうこれめっちゃ嬉しい、あ嬉しすぎる、あもう嬉しすぎる、今組みたい、なんだか満足した。はい、じゃあ次行きましょう。まだまだあるよ、まだまだねガンプラ入ってるよ。はい、次はこちら、MG の100分の1ガンダム。こちら100分の1ガンダムとしか書いてないんですけど、あもうこれほんともうガンダムですか？なんかこのあの元祖ガンダム的なあの子ですかね。ちょっとすごいこの箱絵めっちゃかっこいいじゃないですか、イケイケじゃないですか。なんかねガンプラってこの箱絵がね素晴らしすぎるから、もうこの箱買っただけで満足感ありますよね。かっこいい、今んとこバッチリ当たりなんじゃないですか、どうでしょうか。じゃあ次行きましょう。じゃじゃーんじゃじゃーん、え、これもめっちゃ良くないですか？ニューガンダムですよ、これ。これ、近所のエディオンずっと売り切れですよ。え、売ってるの？このニューガンダム一体っていう状態のものって。え、めっちゃいいじゃないですか。私、このニューガンダムと、エフェクト、フィンファンネルエフェクトセットっていうのを、まあ、買ったんですけど、最近。え、でも、え、これ絶対当たりだよ、これは。結局当たりかどうかってところをなんかずっと気にしてるみたいになってるけど、いや嬉しい。 RG のねニューガンダム、これは144分の1なんですね、この子は。いやこの子ねもう一回組んでるんだけどめちゃくちゃかっこよかったんですよ。もう関節とかの動きももうバッチリだし、もうほんとね文句なしのモデルでした。なのであはは嬉しい嬉しい、思わぬところでまた出会うとは。もうこれは運命と呼ぶしかないのではないでしょうか。これが運命。はい、よくわかんないこと言ってるけど、まあ嬉しいっていうことでしょうね。喜んでるんでしょう、私はもう今すごく。意味わかんないこと言ってる時は大体嬉しいとかテンション上がってるとかそういう時なのでわかりやすいと思いますよ。あ、ちなみにねこれもまた自分的にすごい分かりやすいと思うんですけど、私がね、幼少期の話とかね過去の話するときはね疲れてるときです。皆さん覚えておいてください。動画の中で私たまにね子供の頃とか言って過去の話をね掘り出してくるときあると思うんですけど、ああいうときは大体疲れてます。うん、はい、最後はこちら、ストライクガンダムパーフェクトグレードですね。パーフェクトグレード自体は私多分ほんとこうやって箱持つのも初めてだし、なんかこういう本当にパーフェクトグレードってもの自体存在自体を知ったのがねほんと最近なので、もう私的にはこのパーフェクトグレードを手に入れた段階で勝ち組です。ストライクガンダム、ストライクガンダムなんだろう、ストライクフリーダムガンダムならさっき出たけど、
ストライクガンダムか。この子羽ついてないしね。なんか、なんだったら手になんかこう、ナイフみたいなの持ってるように見えますね。ナイフ持っててなんかもう、戦うぜ、拳で、みたいな、なんかポーズ取ってますもんね。なんか、すっごい稼働するみたいですね。こう、関節とかがすごい動くっていうのが売りみたいですよね。で、あと目になんか、一応、ライトが仕掛け、ライトがもう仕込んであるのかな？もうこの目にね。目にライトが仕込んであって、で、まあ、電池は自分で買ってくれっていうことが書いてありましたけど、はい。まあ、そりゃそうだわな。うん。電池なんかね、この箱にずっと入れて売ってたら危ないし、火事になっちゃうかもしれないし。そこ？これで2万円分の福袋終わりです。いかがでしたか？ちょっと私普通にこの PG の箱を手に入れたことでなんかちょっとテンション上がっちゃってるんだけど、あとはね、ストライクフリーダムガンダム欲しかったんだけど、なんかね、ありません？欲しいんだけどなんか次買おうっていうなっちゃうキットってなんかありますよね。なんかそれだったんですよね。で、私的にストライクフリーダムガンダムは買ったからには塗りたいっていう気持ちがあったので、なんかそことの兼ね合いがあってちょっとなかなか買えずにいたんですけど、手元に来ちゃったよ手元に来ちゃったね、福袋という形で。はい、お正月の力だね。これが怖いね、お正月って。ほんとお正月になるとみんな人が変わるからね。うん、変わらない、何も変わんない、変わんないよ。もう猫はずっとこたつに寝てるし、もうほんと猫ってなんであんな可愛いの。あ、もうほら、また話が脱線していこうとしたよ、今。テンションが高いってことだ。ということでね、いやー、福袋全部開けちゃった。寂しい。もう一個ぐらい開けたいね。3万円とか売ってたら欲しいです。ね。なんか、なんでプラモデルってこう、バカバカね、手元に置きたくなるんでしょう。なんか、自分の財産的な感じなんでしょうか。なんかね、なんか家に箱がいっぱい溜まってるとちょっと安心感というか、なんか嬉しくなるんですよね。ほっとするというか、あ、自分こんだけプラモ持ってるみたいな、なんかねありますよね。なんかね、前にツイッターでなんかすごいバズってたツイートで、なんかね、遊戯王のめっちゃレアなカードをそのツイートのした人は持ってたらしくて、なんかその遊戯王のレアカードを常に持ち歩いてたら、なんか例えば外で嫌な目にあったとか、なんか外で嫌な人と会ってしまったとかなっても、俺はあのカード持ってんだぜって思うと、なんか気持ちが前向きになるみたいなツイートでめっちゃバズってはる人がいたんですけど、なんかね、なんかそういう感覚ってわかりますよね。なんか今私がしたい話とこの話がちょっと噛み合ってんのか、なんか微妙な気がしてきたけど、なんだろうね、なんか持ってる安心感っていうのが、なんかこう、言葉足らずだから難しいけど、伝えるのが難しいけど、なんかわかります。私はあれ持ってるからとか、なんかそういうのほんとわかるっていう話でした。うん、ほんと喋るのって難しいですね。はい、ということで、まあ福袋開けるのが本当に楽しかった、めちゃくちゃ楽しかった。本当に福袋を全然開けてこなかった人生を送ってたので、まあ本当に1回だけね、ダイソーの福袋開けたい、あの1回だけなんですよ、福袋っていうのが。福袋ね、まあ、もともとねそこまで興味なかったんですよね、福袋っていうもの自体に。でもなんかガンプラの福袋だったら、まあ正直ね、ダブっても全然いいと思ってたから、うん、まあ買ってみようかなって。逆にこの福袋の中にちょっとマイナーなキットとか入っててもなんか逆に面白いなとか思って、まあ、結構ねメジャーなやつがやっぱり入ってるの多かったですねって感じでしたけど、うん、いや楽しかった。でもこの開ける楽しさってやっぱいいですよね。私昔カードゲームのね、カードのパック開けるの一時ね、もうほんとアホみたいにハマった時があったんですけど、もう、うん、ダメだよ。もうこんなことしてたらお金がもういくら経っても、いくらあっても足りない。はい、ということで、でもねすごい楽しかったから、もうほんとよかった、めっちゃ楽しかった。はい、ということでね、うん、まあ合計4本にわたって福袋動画をね
あげてきました。お正月スペシャルということですかね。ねえね、うん、はい、ということでね、じゃあ皆さん、長く福袋動画にお付き合いくださってありがとうございました。いやー、楽しかったです、本当。この2万円分の福袋の中身の感想、皆さんもね、ちょっとコメント欄で書いて教えてくださったら、私ちょっと読んで楽しめます。いや、本当、私がちょっとね、キットの価値とかをね、もうすごい把握し全然してないので、なんか皆さんはどう感じるのかなっていうのがちょっと興味深いっていう感じですね。はい、ちょっと書いてやってもいいかなって思った方、ぜひ感想を書いてくださると嬉しいです。ということでね、じゃあ今回はこの辺で、じゃあね、またね。